それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は指数を使った方程式のつもりだったんですが、三次方程式を確実に解くカルダノの公式というものの使い方になってしまいました。三次方程式の解の公式、なかなか使う機会もないので、これを機会に興味を持っていただければと思います。この方程式なんですが、実は関数電卓のプロモーションということで、ちょっと手作業では解けないよねっていう問題だったみたいです。それでは解いていきましょう。まず4の x 乗マイナス4のマイナス 2x 乗イコール3ですので、4の x 乗マイナス4の x 乗のマイナス2乗イコール3というふうに考えてあげて、4の x 乗をまあラージ x というふうに置きたいと思います。こうすると x-x のマイナス2乗イコール3ということで、両辺に x2 乗をかけてあげるということで、x3 乗マイナス1イコール 3x 乗ということで、x3 乗マイナス 3x 乗マイナス1イコール0という三次方程式が導き出されます。三次方程式なので、まあこれ因数分解できないかなっていうことで、定数項のですね、因数、これマイナス1なので1とかマイナス1とかっていうところで因数分解できるんじゃないかなと思って、まあいろいろちょっと考えてるんですけど、なんかちょっと難しそうな感じがします。こういう時に二次方程式の解の公式と同じように必ず解くことができるやり方ということで、三次方程式の解の公式みたいなことでカルダノの公式という有名な、まあ公式というより解き方の手順という感じなんだと思うんですけれども、それを使うことで解くことができます。ここで唐突に x イコール y プラス1というふうに置きます。これ1というのは実はマイナス3分のマイナス3ということで、 x2 乗の係数をマイナス3で割ったものを使っています。これを代入すると y プラス1の3乗マイナス3括弧 y プラス1の2乗マイナス1イコール0というふうに式が変形できて、これをちょっと、式を整理していきます。x イコール y プラス1という置き換えは、簡単に言えば xy 座標を平行移動させているということなんですね。こういった、まあ、平行移動をさせるとどんなことが起きるかっていうと、ちょっと式を整理していくと分かるんですけれども、この式であれば y の2乗が消えて、 y の3乗マイナス 3y マイナス3イコール0ということで、三次式っていうのはこんな平行移動をすると必ず2乗の項を消すことができます。また唐突に今度は y イコール u プラス v というふうに置いていきます。 u プラス v の3乗マイナス3括弧 u プラス v マイナス3イコール0というふうに、まあ、代入すればなるわけなんですけれども、これをちょっと式を整理していきます。 u3 乗プラス v3 乗プラス 3uv カッコ u プラス v マイナス3カッコ u プラス v マイナス3イコール0という形ですね。これ u プラス v
というところでちょっとくぐってあげたいと思います。これを整理するとどんな式が出てくるかというと、括弧 U3 乗プラス V3 乗マイナス3括弧閉じプラス、3が共通なのでくくってしまいますが、3括弧 UV マイナス1かける U プラス V イコール0というような感じに式を整理することができます。この式なんですけれども、U3 乗プラス V3 乗マイナス3が0の時、まあすなわち U3 乗プラス V3 乗イコール3で、なおかつ UV が1というような形の U と V が存在すれば、それっていうのはこの式を満たすことになるんですね。まあちょっと U イコールマイナス V だったらダメなのかとかいろいろあるんですけど、まあそこら辺はちょっと目をつぶって計算をしていきます。これ UV イコール1というのは両辺3乗してあげると U3 乗 V3 乗イコール1ということになります。これ U の3乗をアルファ、 V の3乗をベータというふうに置いてあげると、アルファプラスベータイコール3でアルファベータが1というふうになって、これ二次方程式の解と係数の関係を使ってアルファとベータというのが t 次乗マイナス 3t プラス1イコール0の解であるということがわかるわけです。これ U イコールマイナス V ってしても実は最終的な結果にあまり影響がなかったりするのでこんな風にしていますけれども、まあちょっと解き方の手順ということで見ていただければと思います。これ T 次乗マイナス 3T プラス1というのは因数分解できませんで、2分の3プラスマイナスルートマイナス3の2乗マイナス4になりますんで、2分の3プラスマイナスルート5という感じになります。これでアルファとベータが求まったわけなんですけれども、まあアルファとベータ実際には U と V ですよね。これ元の式を見ていただければわかるんですけど、まあ対称な構造になっていくので、アルファイコール3プラスルート5でベータイコール2分の3マイナスルート5というふうにもう置いてしまいます。こうなるとアルファとベータっていうのはそれぞれ U の3乗と V の3乗ですから、まあとりあえず実数解ということを求めるのであれば、まあ簡単に、求めることができるわけです。U というのは、3乗根の2分の3プラスルート5となって、V というのは3乗根の2分の3マイナスルート5というふうになるわけです。これまあぜひ覚えておいたらいいかなというふうに思いますけれども、3乗根というのはですね、実は1つの実数と、2つの複素数の解を持つような性質があります。今回は実数解だけを求めればよかったので、まあこんな風に、まあ、3乗根というのが1つの実数と2つの複素数というところで、こんな2つの3乗根ということで実数の解を求めてしまいます。ここまで来るともう実数になっているので、あとは順に戻していきます。y イコール u プラス v ですから、y は3乗根の2分の3プラスルート5プラス3乗根の2分の3マイナスルート5というふうになります。この式の作りを見れば、アルファとベータを仮に逆に置いたとしても、この段階で
同じ式になってしまうんだなということもわかると思います。まあこれがU と V が対称っていう話ですね。まあアルファとベータが対称と言ってもいいですし、U と V が対称と言ってもいいんですけれども、まあこの場合どっちにおいても同じにここでなってしまいますよということだと捉えていただければいいなと思います。次にですね、この y っていうのは今度は x-1 ということですね。x イコール y プラス1でしたので、x-1 がこの3乗根の2分の3プラスルート5足す3乗根の2分の3マイナスルート5になるということがわかります。これでラージ x というのが実数として求まりました。1プラス3乗根の2分の3プラスルート5足す3乗根の2分の3マイナスルート5というふうになります。こうなったら今度はラージ X というのは4の X 乗でしたので、これ4の X 乗がこの等しいということをちょっと面倒くさくなってきたので点々で済ませますけれども、こういうふうにしてあげて、両辺対数を取ってあげればいいと思います。x ログ4イコールログカッコ1プラス3乗根の点っていう感じですね。こうなったらもう左辺にもう x が出ていて、定数でログ4というふうに来ているだけなので、両辺をログ4で割ってあげれば答え実数解ということになると思います。x イコールログ4分の1の、ログの上の括弧から点という感じで、もう書くのが大変なので、省略してしまいますけれども、こんな感じになりますね。これちょっと式が複雑すぎるので、対数の定をちょっと揃えてあげて綺麗に書いてあげると、最後にこんな風に書くことができます。ログ4、ログの定数を4という風にしてあげると、1プラス3乗根の2分の3プラスルート5プラス3乗根の2分の3マイナスルート5というふうな、こんな実数解がありますよということがわかるわけです。なんとか解くことができたんじゃないかなと思います。指数の方程式のつもりがすっかり複雑な3次方程式をカルダノの公式で解くことになってしまいましたが、まあこんな複雑な方程式も実は関数電卓の方では一発で近似値が求められていたので、まあさすがに電卓ってすごいなっていう感じなんですけれども、まあせっかくなのでこんな風に手で計算して方程式を解いてみてもいいんではないかと思います。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。